はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、吉本興業所属のキートンさんという方がですね、今回のですね、闇営業問題について、まあ、かなりのですね、暴露をしてるんですね。これは何かというとですね、まあ、吉本興業が今後6000人の芸人に対して、コンプライアンスのですね、まあ、研修をしてきますよっていうふうに言ってる らしいんですけど、まあ、その研修をキートンさんが受けて、まあ、その上でですね、それのずさんさ、プラスアルファとして、まあ、吉本興業の問題点を挙げてるわけですね。うん、それをですね、ツイッターでまあ発信したわけですよ。はい。で、今回はですね、それの内容プラスそれについて僕がどう思ったか、吉本興業の根本的な問題についてね、いろいろと話していきたいと思います。まずですね、このキートンさんという方がどんな芸人かっていうと、まあ一言で言うとね、玄人好きというか、まあ玄人受けしがちな芸人って感じですね。うん、いわゆるその一般層の芸人好きっていう人には全然知らないかもしれませんけど、で普通にお笑い好きとかいう、ね、本当の意味でお笑い好きな人だったら、もう誰しもが知ってる人なんですね、キートンさんという方は。うん、まあ芸もなかなかマニアックと言いますか、見る人をね、まあ選ぶというか、うん、ただそのハマる人にはもう大受けみたいな感じなんですね。うん、でですね、このキートンさんってことは今、何歳くらい ?40 とか越してるのかな、なんですけど、やっぱりそういう、まあ、その玄人受け、まあ、中心みたいになっちゃうっていうのもあって、そこまで仕事がないんですね。でそういう状態もあるからか知りませんけど、今回のですね、まあ、その闇営業問題だったりとか、まあ、それ以前からでもですね、結構ですね、まあ、お笑い界のタブーっていうとあれですけど、あんまりみんながそこつつくと、なんか自分に対してデメリット、まあ、要はね、損が大きいから言わないようなことも割とズバッて言ってくれる、結構気持ちのいい方なんですね。まあ、そういうところも含めて、お笑いファンからは支持されてる方、このキートンさんって方なんですね。はい。でこのキートンさんがですね、どんなことをね、まあ、言ったかってことなんですけども、まあ、ちょっと結構長いツイッターの文なんでまとめて言いますね。はい。大事なとこだけ読んでいきますと、さて私もコンプライアンス研修に出席されましたと。うん。でそれに対して半グレ暴力、振り込め詐欺など犯罪集団、半グレ暴力団など共通していることは弱者から金を巻き上げることだと言われたと。でそれに対して吉本もそうじゃねえかとね、全芸人がコロナ禍で突っ込んだことでしょうと。まあこの辺も結構攻めたこと言いますよね。はい。そういう反社会的勢力についての説明がありました。ただ、今後のマネジメントや処遇の改マネジメントや待遇の改善、契約などの話については一切なし。というわけで約40分のコンプライアンス研修を1行でまとめ、会社は変わらない、反社には気をつけろ、何かあったら切るって感じでしたって言ってるわけですね。うん、なるほどなるほど。まあ、だから、まあ、コンプライアンス研修はしたけども特に中身のあることはなくて、吉本興業はこういう風に変わっていくとかそういう内容もなかったってことですね。はい。でですね、こっから先が大事なんですけども、じゃあ闇営業をやめさすためには、なくすためにはどうすればいいのかってことがキートンさんが言ってるわけですね。闇営業をなくすには、仕事を入れてゲラをちゃんと払う、これが一番手っ取り早い。そこで、ここで私が思うべきことは、全芸人6000人に仕事を入れる、これが最高ですか、無理ですよね、てんてんてん、ならば芸人を減らす、厳しい決断ですがやればいい、でも吉本はやらないでしょう、じゃあこれ、事務所移籍を認める、これが一番現実的だと思うっていうわけですね。うん、こういうことを書くと文句ばっかり言いやがって、嫌なら吉本辞めて他の事務所行けよと勝ち誇ったように言ってくるやつがいますが、そんなことは分かってるんだよ、そんな簡単な話じゃねえんだよ、バカは黙ってろと思っているとかいないとか、まあ思ってますよね。はい。全部読んで何となく察してほしいのですが、芸人が6000人もいるということはそれなりの闇があるとかないとかみたいなことを言ってるわけなんですね。まあね、あるとかないとかとかいろいろ言ってますけど、完全にあるっていう体で言ってますよね、これは。うん、でですね、まあ、僕がですね、これに関して思ってる、その吉本興業の問題点について、まあいろいろ話しますと、まず第一にですね、そのキートンさんも言ってるように、その全芸に6000人に仕事を入れるってことですが、まあこれはやっぱ無理ですよね。そりゃそうです。だって6000人いるからって、じゃあ6000人がちゃんとですよ、お金になるくらい面白い芸人かって言ったら、そうじゃないパターンもあるわけなんですよ。うん、全くもって面白くない芸人さんもいるわけなんですからね。そういう人も含めて6000人全員食わすのかって言ったら、まあそれは違う話だし、うん、そんなとこにお金を使うね、暇があるんだったら、本当に優秀で、本当にね、まあその人を楽しませる、ね、僕ら一般人を楽しませてくれて、かつ吉本興業をちゃんと儲けさせることができる、ね、芸人さんにお金が集中した方がいいに決まってるわけですからね。うん、だからここに関してはね、まあそれは無理ですよね。うん、で次にですね、芸人を減らすってことなんですけど、これはやらないでしょうと。うん、でね、これなんでやらないかってことですね。要はその、まあ、戦力外通告みたいなことをなんでしないかってことなわけですよ。うん、まあ、はっきり言って6000人も芸人がいると、もうほとんど舞台にも出てないと。で舞台も月1回出るくらいで、ほとんどフリーターみたいな状態の芸人さんもいっぱいいるわけなんですよ。うん、じゃあなんでそんな芸人を切らないのかって話なんですけど、これはですね、僕思うのは、吉本興業目線で考えると、芸人っていつか何かのきっかけでブレイクするかもしれないからね、とりあえず囲っておいた方がいいって思うんですよね。というのは何かというと、例えばですけど、最近で言うとひょっこりはんとかね、シュンシュンクリニック P とかいますよね。彼らってですね、もともと漫才師だったんですよね。コンビを組んで漫才をやってたんですけど、正直漫才じゃ、まあ正直言っちゃなんですけど、まあ
まあいかんともしがたい感じだったんですよね、うん、でそんな中、まあ、限界を感じてそれぞれがコンビ別れした、要は別れた、解散したと。でそしたらまあ片ね、そのシュンシュンクリニック P っていうキャラクターを見つけ、で片や、ひょっこりはんというキャラクターを見つけ、その結果一気にブーンとねめちゃくちゃ売れたわけですよ。で売れた結果吉本興業に大きな利益をもたらしたわけですね。つまりこれなんですよ、どんだけ役立たずだ、まあ役立たずって言っちゃうあれですけどね、あの売れそうもない芸人でもとりあえず囲っとけばこんな風に何かのきっかけで一発屋としてズドンで売れる可能性があるわけなんですよね。何があるか分かんないわけですが、だって芸人たちだってじゃあそのね、まあ今ニッチもサッチも言ってない芸人が何の努力もしないかって言ったら嘘なわけですよ。そういう芸人も芸人なりに何かしら努力を重ねてるわけなんですね。ってなった時にその芸人がいつかドーンって売れた時に吉本興業に大きな利益がズドンって入ってくるわけですよ。ってなるとそういう可能性があるものをわざわざね排除するのは吉本興業がするはずないと思うんですよね。ね、まあ、皆さんもね考えてみてほしいのが、ね、どんだけ当たる確率の低い当たりくじじゃったとして、かといって捨てますかって話なんですよ。とりあえず手元には置いときますよね。どんだけ当たる可能性が低いからって、当たったら儲けもんみたいな話ですから、はい、それと同じことだと思います。で次にですね、その事務所移籍を認める、これが一番現実的だと思って、これですよね、うん、でこのキートンさんの書きっぷりから考えるに、吉本興業っていうのは事務所移籍を全然認めてないってことなんですよ。つまりこれもうちょっと別に言い方をすると何かっていうと、買い殺し状態になってるからこそ闇営業に発展するってことなんですね。はい、これどういうことかと言いますとですね、皆さん闇営業の、まあ、謹慎したメンバー見てくださいよ。どうですか、一発屋めちゃくちゃ多くないですか。一発屋芸人ね、まあ基本的にやっぱり一発屋芸人っていうのはですね、その時期めちゃくちゃズドンって売れるけど、その後仕事がなくなると、まあ言いがちですよね。ただ考えてみてほしいのがですね、他事務所、例えば、サンミュージックですね。サンミュージックといえばですね、あのまあ、カンニング竹山さんとかいる、まあカズレーザー、まあメイプル超合金とかいるね、とこなんですけど、あそこってですね、一発屋製造工場なんて言われてるわけですよ。ダンディ坂の、誰だ、ダンディ坂野に、まあいろいろいますよね。ルネッサンスのね、ヒゲ男爵とか。ね、まあいろいろいますよ、本当に。あと、小島よしおとか。ね、まあなんせね、あの、サンミュージックっていうのは一発屋が多いわけなんですね。じゃあ、そのサンミュージックの一発屋の人たちは生活に困ってるのかって言ったらそんなことないんですよ。それは何でかというとですね、サンミュージックっていうのはですね、営業の体制がめちゃくちゃ整ってますから、営業の仕事をいっぱい入れてくれるんですよね。で、かつサンミュージックっていうのは取り分がいいからいいですから、その芸人側に。だからこそ、サンミュージックの一発屋の人たちっていうのは、今でもめちゃくちゃ稼いでたりするわけですよ。めちゃくちゃ、うん、そこが吉本との違いなんですね。吉本っていうのは同じく一発を打ち上げた人でもね、その時期はめちゃくちゃ仕事を入れるけど、その後ですね、やっぱりちょっと需要が多少なくなってきた時にちゃんと仕事を入れてあげたりとかしないっていう、要はほっとくような状態になっちゃうわけですよ。でその結果仕事がなくなって、まあね、ああいう風に闇営業に走っちゃうってことなんですよね。うん、だから、まあ、極端なことを言えば、あの謹慎に入ってた、例えばですけど2700とかね、まあ、あの人たちも一発屋じゃないですか。あの人たちがもしかしてこのまま吉本にいたらですよ、吉本にいたらもうこれ以上仕事も入ってこないし生活も苦しいってなった時にサンミュージックに移籍してたりとかしたら、僕全然それで食っていけたと思うんですよ。サンミュージックだったらですね、2700くらいの一発を打ち上げた人だったら絶対に食わしてくれますから、絶対にちゃんと営業とかに取ってきてくれますから、うん、その辺の体制がしっかりしますから、はい、じゃあ、そう、あとあれか、そうじゃないにしろフリーでやるって可能性も、その道もありますよね。その吉本興業を辞めてフリーで自分たちで、今の時代って SNS 使えばね、いくらだって発信できるわけですよ。だからそこで自分たちで2700個をちょっとね、企業のパーティーだったりとかね、お祭りとか呼んでくれませんかみたいな感じで、なるべく安い金額、例えば10万とか20万とかね、これ事務所とか所属してたら絶対もっと取りますからね、うん、だとしたら10万20万くらいの安いお金で僕ら全国どこでも行きますよみたいな感じで、まあ低めに設定して発注すれば全然2700でも食っていけると思うんですよ。僕はそれだけでも、営業だけでも、うん、でも吉本興業はそれを許さないわけなんですよね。うん、ね、かといってですよ、じゃあ許さないからといって、その中でちゃんと仕事を振ってあげる一発屋芸人にね、ちゃんと一発屋芸人って本当営業には強いわけですから、一時期でも知名度めちゃくちゃありましたから、営業には強いわけですよ。じゃあその一発屋芸人に仕事を振ってあげるかって言ったらそれもしない、まさに買い殺し状態になってきちゃうわけなんですね。その結果、まあ、今みたいに闇営業に走ってしまうってことなんですよ。うん、でね、さらに言うとですね、この、まあ、吉本興業のですね、移籍させない問題っていうのは結構あるんですよね。例えばですね、これ、まあ、事務所的な移籍もあるんですけど、大阪吉本、東京吉本の移籍も結構あるんですよ。これ有名な話なんですけどね、バンビーノって言いますよね。あの、ダンソンの人たち言いますよね。あの人たちがですね、キングオブコントでめちゃくちゃブレイクした時っていうのは、まだ大阪、吉本所属だったんですよ。で、一刻も早くバンビーノは東京吉本に行きたかったわけなんですね。で、それはそうじゃないですか。ね、こういう風に一発打ち上げたというか有名になれば、東京の仕事が増えるわけですから、そっちにいた方が絶対いろんな意味でもいいわけですよ。にもかかわらず大阪吉本がですね、その移籍を許さなかったんですよね。うん、
要はせっかくブレイクしたのに今ここで東京に行かれたら大阪で利益を取れないと、お前なんだもうちょっと大阪いるよみたいな感じで、まあそのとどめさせようとしたって話もあるんですよね。で他にもですね、コマンデンテっていう芸人さんがいるんですけど、まあこれはですね、芸人好きの人だったら誰でしも知ってる芸人さんなんですけどね、あの本当漫才とか面白くて、賞レースでも優勝したことあって、大阪のですね賞レースとかも優勝したことあって、漫才、投稿してる YouTube チャンネルもね1万人以上登録者もいてっていうね、本当実力者漫才師なんですけど、まあ、彼らもですね、早いとこ東京に行きたかったらしいんですね。うん。で、実際問題、彼の漫才見た方だったら分かると思うんですけど、東京向けの漫才なんですよ。なんか大阪らしくないというか、なんかイメージで言うとですね、すごいシュッとした、まあ、体型のいいスラッとした2人が、かっこよくスーツを着て、ボソボソ喋るみたいな漫才なんですよね。あんまり大阪っぽくないじゃないですか。だから、例えばコマンダンテも早く東京に行きたいって言ってたらしいんですけど、なかなか許してくれなかったらしいんですね。うん。コマンダンテは大阪の吉本漫才劇場っていうですね、まあ、若手の劇場の中でも人気の人たちでしたから、やっぱいなくなったら困るみたいな感じで、うん、このようにですね、同じ吉本内の中でもこういう風に移籍動向ってなった時に、お互いのそれぞれの利益を優先してダメだとか行くなとかね、そういうのがあったわけなんですよ。って考えたら、事務所間のね移動だったりとかフリーって考えると、まあとんでもなくね吉本が止めるのは目に見えてるわけですよ。うん。まあ確かに別に止めるのは全然いいんですよ。だって君にいなくなられちゃ困るんだ、ね、君がいなくなったら我が社の損失だってことで止めるだったらわかるんですけど、そういう思いで止めてる割には仕事をそのことあと与えないわけですよね。うん。まさに何度も言いますけど、飼い殺し状態になっちゃうわけですよ。そんなに行かせないんだったら、そこでちゃんと餌ある程度あげてあげないとっていうね。餌もあげないのに、どっか行くのも禁止、ここにいろなんて、さすがに芸人性がかわいそうですよ。うん。まあね、そんなことがキートンさんのですね、このツイッターの文から僕は読み取れるなっていうふうに思いました。僕のも知ってるとか思ってるね、こととかも含めて言いますとね。はい。まあそんなわけでですね、まとめに入りますけども、吉本興業ですね、コンプライアンス研修でいろいろやってますけど、まあ大きく何か変わることはないし、吉本興業のね、体制が具体的にね、何かその芸人さんに日本に傾くってこともないんじゃないかなっていうふうに思うというお話です。はい。まあそんなわけでですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。